どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は中心地北のカレー激戦区にあたってマスコミの取材が絶えないほど人気のこちらのお店を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介いたしますお店のお名前は王様のスプーンというお店でございます。オーナーさん自らカレーに配合するスパイスの薬効を科学的に研究して独自のスパイスカレーを開発したお店でございます。こちらがこのお店のメニュー表となっております。まずはベースのルーからお選びいただく形になっておりまして、この3種類の中から今回は王様ベースガツンとスパイシーな辛さがお好きな方におすすめのルーをチョイスいたしました。さらにはルーを選んだ後はご覧の通りこちらのカレーの種類の中からですねお選びいただく形となっております。キーマカレー、ミックスカレー、ヘレカツカレー、スープカレーなどがございますが、今回はこの王様ベースのミックスカツカレーをチョイスいたしました。たっぷりの豪快なカレーとなっているようです。楽しみです。注文しましたミックスカツカレーが運ばれてきました。ご覧の通りボリューム感満点のカレーとなっております。3種類のカレーが乗っています。チキンカツ、さらには辛口のチキンカツ、そしてヘレカツが乗せられています。まずはルーから一口いただいていきましょう。王様ベースのルーを一口いただきました。するとさらっとした粘度低めでスルーツ、そして玉ねぎがしっかりと溶け込んでガツンとスパイシーな辛さです。独特のスパイス使いで癖になりそうなうまさを秘めております。続いてはトッピングされているカツをいただいていきます。カツを十分にルーに浸してご飯と絡めていただいていきます。するとカツのサクサク感も残っていながらこちらのカレーとの相性もとても良く、ご飯とともに一口二口とどんどんスプーンが進んでいきます。こちらのカレーに入っているガラムマサラもしっかりと効いていて汗が出るうまさでございます。非常に完成度の高いカレーだと思います。最後まで美味しくいただくことができましたし、汗をかきながらいただく幸せのカレーでございました。美味しくもお腹も満たされて、まさに王様のスプーンは絶対に行くべきカレー店だと思います。定休日は土日祝となっていて、11時から15時の営業時間となっていますので、時間はかなり限られた営業時間のようです。ぜひ時間を見つけていただきまして、こちらの王様のスプーンにぜひ足を運んでいただければと思います。メディアにも多数紹介されているお店でございますので、ぜひ行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もたくさん美味しい料理を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!